はい、工房説の永田です。今回は2ミリの新ホルダー説ドロップ式の方を紹介したいと思います。ペンハンドメッセージさんのイベントにね、一応全部持って行って、納品とかしてきたんですけども、こちら糸井さんに持っていく分ですね。まずはここまでプラクッとですね。そして今回作って多いのがカーリンの紅白。カーリンの紅白すごい木がいいんですよ。また見てください。そしてハワイアンコアですね。そしてその隣がチューリップとキングウッド。でこちらがオールナットのチヂミ木ですね。そしてピンクアイボリーも3本ありますね。そしてカーリンのコブ木ですね。紅白じゃなく普通の方。そして最後3本がパックアウト。以上30本。こちらの方も全部糸井さんの方に持っていきます。全部お出ししてないと思いますので、また見せてくださいとお声掛けしていただければ、そちらの方出しますので、よろしくお願いします。